株式会社インテックは DIS インテックグループの大手システムインテグレーター IT コンサルティングシステムインテグレーションアウトソーシングソフトウェア開発ネットワークサービスを提供する総合 IT ベンダーである社名のインテックはインフォーメーションテクナラジーが由来の一つである大型汎用機が高価だった時代に共同利用する構想で1964年に 株式会社と山計算センターとして創立され、1970年に称号を株式会社インテックに変更している。地方の情報処理会社から積極的な全国展開を行い、日本を代表する独立系システムインテグレーターへと成長していった。企業向けのビジネスを展開しているため、一般消費者には馴染みが薄いが、過去に トライピーというパソコン通信向け VAN サービスを展開していた。電話料金が高く、全国にアクセスポイントがない時代に、距離に関係なく、一律料金でホスト局に接続できたため、重宝したユーザーも多かった1月31日サービス終了。また、1989年から1990年代前半にかけて、家庭用ゲーム、 研究開発にも取り組み、インテックシステム研究所を設立し、ネットワークのインテックの基礎を築く。その後、IPv6 の基盤研究を目的とした、インテックネットコアを設立している。研究開発により、通信事業者としては、初の ISDN サービスの実施や、通信カラオケシステムの構築を実施するなど、独自の技術開発力と通信へのノウハウを、 ソフトウェア開発と結びつけたビジネス展開を得意とする。1994年に本社ビルとなる23階建て超高層ビルタワー111を建設した。2005年に通信事業を行っていたインテックコミュニケーションズを吸収合併。機器販売の IUK とソフトウェア開発のインテックソリューションパワーの株式を100%取得し、完全子会社化。 本体のユースウェア事業を IUK に移管するなどのグループ会社再編を実施した。また、宮地専務取締役が代表取締役執行役員社長に昇格し、中尾哲夫社長が代表権のある会長に就任する人事を発表した。2006年10月2日にインテックとインテックウェブゲノムインフォマティクスは株式移転による共同持ち株会社、株式会社、 インテックホールディングスを設立した。純粋持ち株会社へ移行することにより、経営効率化と収益力向上を目指すとしていた。これによりインテック株及びインテックウェブゲノム、インフォマティックス株は上場廃止となり、それぞれの株主はインテックホールディングスの株主となった。さらに、TIS との共同持ち株会社による経営統合を決定、2008年4月。 インテックホールディングスと TIS が純粋持ち株会社 IT ホールディングス株式会社を設立。2009年10月1日にはインテックがインテックホールディングスを吸収合併した。2016年7月には IT ホールディングスが TIS を吸収合併し TIS に称号を変更したため TIS の子会社となった。なお、ワールドインテックとは無関係である。 1995年頃まではゲームの販売にも携わっていた。富山高専、インテック本社前停留場富山県富山市の富山、地方鉄道富山高専にインテック本社前を名乗る電車停留場がある。これは2006年4月に富山高専の LRT 化と経路変更の際新設された停留場の命名権をインテックが1500万円で買い取ったもの。 タワー111の北側にある。2003年に相次いで中国2カ所にソフトウェア開発の拠点を設置し、オフショア開発を積極的に進める一方、本社のある富山市に人員リソースを集中させ、中国拠点を組み合わせた低コストなソフトウェア開発を目指すソフトウェア工場構想を掲げ、推進している。2006年6月28日、 本社ビルの北側にソフトウェア開発集約の拠点として新しいオフィスビルが竣工、愛称はポートラムスクエアとなった。ポートラムは富山ライトレールと山高線とその車両の愛称である。ありがとうございます。